おお。勉強して。はい、皆さんこんにちは、奥田くまです。今日はですね、この北海道蘇生に来てます。なんで来てるかというと、じゃん、アイススケート、スケート場といいましょうか、バイク用の、佐紀慎也さんが、コース管理をしている、通称アイス佐紀都というふうに言われている場所です。こちらはですね、バイクのコントロールをですね、磨く絶好な場所になっているわけですね。ただここはですね、1月限定の、サーキットとなっていまして、やっぱり寒い時にしかできません。今日もですね、現在の気温がマイナス10度です。はい、10度です。やっぱり寒くなければですね、このアイスサーキットのこの路面と言いましょうか、こちらがですね保てないということで、2月になってしまうとやっぱり気温が高くなっちゃうという部分で、残念ながら1月でおしまいと、期間限定のアイスサーキットになってます。今日はですね、このアイスサーキットに来たのは最終日、もう本当今月の今日で最終日ということで、いろんなですね、バイクに乗られてる方がですね、このサーキットに来てるというような形になってます。はい、今ちょうど A さんが自ら すごいよこれおお、こんにちはしてくれてるこうやってですね、路面をやっぱ取れてしまった路面をなんですよといったですね、やっぱり作業を行わなければいけないので、かなりですね大変なんですね。毎回素晴らしいコンディションでできることは、レースをやっていた人間だからこそこのコンディションにこだわっているっていうところもあると思います。練習をですね見ていきましょう。
こんにちは。こんにちは。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。大森まさくん。はい。フォトラックライダーの大森まさとしです。はい。はい。今日はどうでしたか。今日はね、まあ、毎年この竹石さんのこのコースに来させていただいてるんですけども、うん、やっぱり北海道はね寒いですよね。まあ寒い中でこの氷上のトレーニングっていうのはかなりその他ではトレーニングができない、うん、そのアクセルワークだったりとか、うん、あとは上半身のこのバランス感覚っていうのがすごい伝えられるんで、うん、今回もすごくいいトレーニングができました。普段はどこでトレーニングしてるんですか？普段は自分がライディングスクールをやってる茨城県のコースだったりとか、うんうん、あとは埼玉県のオフロードビレッジの方に行ってフラットラックの練習をしてます、うん、なるほど。今現在どういったレースに出られてるんですか？今現在は FIM のフラットラックの世界戦、うん、ワールドチャンピオンシップに出ています。頑張ってください。はい、頑張ります。その隣にいるキッズたちはどういうあれですか？はい、ですね、今年から、まあ、自分が、レーシングチームを作るんですけども、うん、いつも面倒を見させていただいてるもうキッズ。はい。マキライトです。今やってるのはフラットトラックです。で目標は、まあ、フラットトラックで世界チャンピオンです。おペラペラ ES です。今はフラットトラックやってます、うん、目標は世界で一緒に走りたいです。どうでしたか今回この竹石さん何回目ですか？竹石さんのコースは僕は4回目ぐらいですね、うん、普段やってるフラットトラックと何が一番違います？このアイストラックはやっぱりその普段まあ当然ねフラットトラックって砂の上をハンド系前に走るんですけども、うん、普段やっぱり滑る同じ競技をこの滑る土俵でやってるはやってるんですけども、うんうんうん、やっぱりねそのちっちゃなワンミスが大きなやっぱり速度差に変わっていく、うんうん、なのでその進入を例えば進入のラインを外とか内側とか、うんうん、まあ自由自在にこうコントロールはできるんですけども、うん、それをどういう風にこうコントロールして走るかっていうのがすごいこのアイストラックの一番の難しいところなのかなと思って。なるほど、はい、かの有名な MotoGP のチャンピオンマルク・マルケスがおいマサお前どうやったらあんな風に走れるんだあの万角は非常に興味深いというようなことも言ってましたけども、はい、その滑ってる中でも、うん、そのちゃんと加速をさせるトラクションがしてる中の滑り方ってやっぱりあるんですね、うん、まあ、そういうものもこのより滑りやすいこのコンディションでよりこう難しいところでそういうもののトレーニングというのはかなり力になりますね。フラットやっぱりダートに比べるとこのアイスの方がやっぱり一定ですね。滑り方が一定なので。なるほど。例えばフラットトラックダートトラックの路面だと水をまくと水が巻いて湿ってるところと乾いてるところグリップの差って全然違うんですよ。そうだね、うんうん、はい、そういうところの難しさもあるんですけどもこのアイストラックもね、やっぱそこも含めてやっぱりそのコントロールっていうところですごい練習になるんですよ、ね、うん、なるほどね、足をいかに前に進ませるか、うんうん、あとはやっぱその体の体幹ですよね、うんうん、その滑るオートバイをどうやって体でコントロールするかっていうのがすごい鍛えられる、なるほど、とこですね。そうでしたか、はい、ロードで言ったら、まあ、限界でバーって全開でいきます、ブレーキかけます、その滑った時にどうマシンをコントロールするべきなのか、うん、またその滑ったオートバイをまたそのベストラインに戻すためにどういう風なアプローチで入っていった方がいいのかっていうのがやっぱりフラットラックで学べるところですね、うん、なるほど。僕もね、はい、実はフラットラックずっとやったんですよ、はい、田んぼでこんないい施設なんかなかったから、はい、もう田んぼで本当なんだろう一旦ぐらいのところでずっとしばらくもなんでやったかな、はい、だからどっちかというと僕が目指してたのはもうトラクション、はい、とにかくトラクション、はい、僕の考えは、はい、いかにスライド量を少なくしてトラクションにつなげていくかっていうところにね、はいはい、命をかけてたんだよ ね、 ね、そうだから逆に言うと、はい、羨ましいんだよねあそこまで派手にできるのはロードはやっぱそうともね、やっぱり、まあ、自分もスーパーモタード、うん、全日本走ったことあるんですけども、うん、やっぱり滑らせると
やっぱりどうしてもタイムロスになっちゃうんだよね、うん、やっぱりちょっと大きなあざになりがちなんですけども、うん、逆に自分がモタード出た時はまあロードレースと違いますけど、うんうん、滑らしたものをプラスに変えるっていう考えでちょっと走ってたんです、なるほどね、ただやっぱりタイヤのライフもあるんで、うんうんうん、まあ、そこも考えながら、そうだね、走ってましたね、なるほどなるほど、じゃあまた今シーズン頑張ってください、はい、頑張ります、皆さんも頑張ってください、ありがとうございます、はい、じゃあありがとうございました、はい、元気してます、爆発寸前です、コーラが立たないという